はい、この動画ではイラストレーターでフリーハンドで絵を描く方法を解説をします。で、このですね、イラストレーターでフリーハンドで絵を描きたいときはですね、ブラシツールというのを使うことによってですね、非常に簡単に絵を描くことができますんでね、早速やってみたいというふうに思います。じゃあ、それではまずですね、この左側のツールパネルのところから、このブラシツールというやつですね、この絵のところ、画面だとちょっと小さくて見づらいかもしれないですけど、筆みたいなマークのところですね。まあ、マウスを持っていくとこういった形でブラシツールという形で出ると思いますので、こちらをクリックします。はい、で次にですね、まず色を、まあ選択をしないといけませんので、このブラシツールに関しては、線の色の方を変えることによって色が入ります。なので、この下のところですね、ここの線の方、カラーの線の方をクリックをして、こちらをね、選択している状態にしてもらって、で右側のパネルのこの装置パネルのところですね。ここで、じゃあ、例えば今回この、ね、ちょっと濃いめの赤にしてみます。はい。これでですね、ちょっとじゃあ簡単に、リンゴをね、描いてみたいと思いますんで、まあ、ちょっと私は絵が下手なので、そこはちょっとご了承ください。なんで、まあ、簡単にちょっとリンゴを描いてみます。まあ、こういう感じ、ごめんなさい。非常に下手ですけどもね。はい。で、次に中にですね、この色を塗りたい場合、これはですね、またこちらの左側のツールパネルのところから、この選択ツールをクリックをしてもらって、で、この線のところをクリックして、この今描いた線のところを選択状態にしておきます。はい。で、今度は次に塗りの方ですね、塗りの方をクリックをしてもらって、また同じくスウォッチパネルを開いて、先ほどと同じね、ちょっと濃いめの赤の色を選びます。はい。そうするとこういった形で、この今描いた、この線の中に色が入りましたということですね。はい。じゃあこれでですね、一回ちょっと関係ないところをクリックをして選択を解除しておきます。はい。じゃあ次にちょっとこのリンゴの何て言うんですか、このヘタのところを描いてみたいと思いますんで、もう一度このブラシツールですね、こちらを選択をしてもらって、またこの線の色の方ですね、こちらを選択をして、じゃあ今度はスウォッチパネルで色は、まあちょっとこの辺の茶色っぽい色にしてみましょうか。はい。これでこのリンゴのこのヘタみたいなところですね。こんな感じで書きます。はい。で、また同じくですね、この選択ツールを選んでもらって、またこの線のところですね、こちらを選択状態にして、ね、また塗りの色をね、入れます。はい。まあ、こういった形ですね。はい。まあ、ちょっとですね、絵は下手くそでごめんなさい。ただ、まあ、こういった形でですね、まあ、ブラシツールを使うことによって、まあ、フリーハンドの、絵とか、あと図形なんかも作ることができますんで、まあ、ぜひですね、こういう使ってもらえると、ブラシツールというものを使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。